まあ、自分が何て言うんですかね、この世にこういなかったらなかったかもしれない仕組みとかこう文化を作って、でそれをこうどこまで広げられるかっていう、大学卒業してから始めるとかの方が勇気がいるというか、なんかとにかく事業に向き合う、自分たちの向き合ってる市場の課題に向き合って、はい、本日もアナバカチャンネル企業のリアルということで、獲得の三田さんを呼びしてお話を伺ってまいります。 MC の牧原と、アナバカの長野です。お願いします。よろしくお願いします。獲得株式会社の代表をしております三田と申します。弊社は営業課題を抱えられている企業様と、まあ、営業のまあ課題を解決できる営業のフリーランスとか営業の代行会社さんをマッチングするプラットフォームを提供しております。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はちょっと起業の経緯だったり出資に至るまでをちょっと伺っていきたいんですけれども、最初にこう起業された時は三田さんとかまだ学生さんでいらっしゃったんでしたっけ？そうですね、はいはい、大学、2回生ぐらいの、はい、20歳の時、はいはい、なので、はい、大学本来だと2回生の、はいはい、年に、はい、大学をまあ休学してたんですけど、はいはい、立ち上げました。なるほど、なるほど、はい、今ちょっと大分の大学、大分の、はい、立命館アジア太平洋大学。あ、そかそか、はい、あの半分国際学生の、はい、起業した時はまだ大分にいたんですよね。大分に、はい、いました。そこからこう20歳で起業しようと思い立ち、はいはい、そういった時のこう経緯というか、その時のこうどういうきっかけで起業しようと思ったのかなど教えてください。高校生まで遡る形なんですけど、高校3年生ぐらいの時に、当時その高校のクラスメートで今スタートアップをあの彼もやってるんですけどと、まあ、なんか将来起業したいよねみたいな、いわゆるなんですか、こう若い人たちっていうか、あのだったらまあ描くようなこう、まあ、夢みたいなのがあって、ただどうしたらいいかってなった時に、当時だとやっぱり起業に対する、まあ、そのリアリティがあんまなかったの でその中で当時だ と、記憶を、まあ、的にはこうスティーブ・ジョブズさんとかが、はい、あのプレゼンをしているこう動画とかがあって、うん、なんか起業ってプレゼンなんじゃないかみたいなので、プレゼンのまずは そういう、 こう力をつけろっていうので、個人経営のカフェを貸し切って、毎月経営者さんとか、サラリーマンの方とか、あと主婦の方とか大学生さん読んで、20名ぐらいでこう、まあ、イベントをやり始めまして、はい、でその経緯でその時にいらっしゃってた参加者の中に、当時あのスタートアップウィークエンドっていう、はい、ありますね、はいはい、のオーガナイザーさんが来てまして、うん、終わった後の懇親会みたいなののところで、こういうことをするんだっていうのを、まあ、大人の方々の会話で、あの僕らがこう横で耳にしまして、なんだそれって言ってそこに参加をさせていただいたのが高校3年生の冬とかぐらいでして、で当時そこの審査員としていらっしゃったのが、まあ、前職の、仕立てるっていう会社の社長でして、あ、はい、まあ、その流れで、大学生になるタイミングで、本当に創業初期のタイミングだったので、まあ、営業のこう立ち上げフェーズを経験させていただいて、でその時にこう抱えた課題感から、まあ、あの起業するみたいな形の、はい、そういう形で大学のその初めのタイミングでそういう動きをし始めたっていう感じ、うん、高校生からっていうのはすごいですね。そうですね、まあ、最初は本当にノリですけどね、うん、はい、まあ、めっちゃ意識高い高校生ですねそうですね、はい、まあ、当時は多分、はい、尖ってたというか、はい、なんか、ね、すごい尖ってた今も尖ってるんじゃないですか、ね、いや今は、はい、だいぶもう丸くなって、はい、あ、本当ですか、はい、スタテルでこう営業経験されて、その時の課題が今の企業のきっかけになられたってことだったんですけど、なんかどういうことをされてて、どういうことでインサイトが生まれたのかっていうのをもう少し教えてください。まず一つ前提として、その企業のまあテーマみたいなのをまあずっとこう持っていたのが、まあ、自分が何て言うんですかね、この世にこういなかったらなかったかもしれない仕組みとかこう文化を作って、でそれをこうどこまで広げられるかっていうところに、まあ、挑戦をしたいっていうのがもうずっとこう、自分の中で持ってるテーマでして、うん、で、まあ、それに気づいたのが、当時その九州の中で、まあ、そういった活動をしている中でスタートアップの社長に出会えて、はい、まあ、そういう世界があるんだっていうのを知れたんですけど、実際に営業のこう立ち上げのフェーズにまあ関わらせていただく中で、うん、今は事業内容じゃあの若干変わってると思うんですけど、当時はアパレルのこうセレクトショップさんとかが仕立てるが、まあ縫製工場 の、 あの、まあネットワーク化をして、まあ小ロットでもまあ服が作れるように
するっていう、まあ、事業だったんですけど、アパレルのこうセレクトショップさんたちが自分たちで目利きをしてこう服を選んでたのが、まあ、こういう服があったらいいんじゃないかっていうのを思ってるオーナーさんたちっていらっしゃるんですけど、まあ、作ろうと思っても、まあ、小ロットだったりすると、まあ、相手にされなくて作れないとか、型を作れないとかっていうのがある中で、まあ、それが作れるっていうサービスだったので、オーナーさんたちの夢が叶うみたいなサービスで、それをこう営業してたんですけど、まあ、すごいこう営業としてのやりがいがあって、まあ、営業の絵の字も分かんないあの時にやってたんですけど、まあ、それでもやっぱり夢が叶うサービスっていうのがあって、すごいこうやりがいがあって、オーナーさんたちが知らないソリューションを僕らが伝えられるっていう、まあ、あのすごい大げさな、まあ、言い方をすると、まあ、今でいうとラストワンマイルっていう、まあ、言い方をしてるんですけど、まあ、ちょっとそこにこうサポートできるというかっていうのがすごい営業としての価値だなと思ってまして、まあ、すごいやりがいあったんですけど、まあ、当時こう営業を増やしていくっていうところにもあの関わらせてもらう中で、営業職のこう方々、当然僕よりもすごいこう営業として活躍されている方々が、そういうこう商材を売りたいっていうのは思われてるんですけど、なかなかやっぱり当時って2014年とかでスタートアップに入るのがすごい怖い、よりこう勇気がいる時代だったんで、ちょっと正社員として働くのはちょっと怖いみたいなことがあって、でも手伝いたいのが結構いらっしゃって、まあ、いわゆる副業とかですね。で当時まあ当然あの副業とか働き方改革の話も言われてない時なんですけど、で企業として正直その一人だけをそういう形で抱えても、まあ、あんまりこうインパクトはないんですけど、ただそれがちゃんと規模で活用できるようになればインパクトあるんじゃないかなっていうのを当時から思って、でそうすることでそういうその魅力的な商材をよりこう関わりやすくなったりとか、あとその営業職の方々の働き方も変わるんじゃないかっていう。で、まあ、当時だとやっぱりもう一つあったのが、割とこう今よりもよりこう旧態依然とした、なんていうんですか、労働構造というか、で実際売ってる商材が、まあ、皆さんこうやっぱりお客さんが知ってるような商品を売ってるみたいなっていうのに違和感もあったので、その両側面、働き方と企業の戦略も変えられるんじゃないかっていうので、その仕組みとか文化っていうところのに、まあ、アプローチできるんじゃないかっていうのがフィットしたので始めたっていう、はい、そのまま仕立てるでなんかやっていこうってはなんなかったんですか。まあ、最初から起業をするつもりだったので、うん、基本的にはやっぱそこにチャレンジをしていくっていう前提でまあお話もさせてもらってたので。ああそうなんだ、はい、なまあ、いつでも帰ってきていいよとは当時は言っていただいたんで、うん、はい、まあ、それはすごい何ていうんですか、心強かったんですけど、うんうん、はい、なるほど。その学生で起業するっていうのが思い切りが必要だと思うんですけど、はい、その当時の心境ってどんな感じだったんですか。そうですね、あんまり怖さとかはなくて、あのどちらかというと大学卒業してから始めるとかの方が勇気がいるというか、なんかそのみんなと一緒に行動用意どんでスタートなんですけど、早めに始めたらいろいろこう経験もできるので、そこでアドバンテージが効くんじゃないかってなったんで、先にやる方がいいっていう、そっちの方が安全っていう考え方でした。おすごい、はい、なるほど、じゃあ見ている学生さんで2年生とか1年生とか早ければ早いほどがいいっていうことで、ね、チャレンジするならそういう考えの人もいるっていうことですね。でも本当にでもそうだなと思っていて、4年間大学あったら先にいろんな経験して休学とかいろいろ今しやすくなってたりするので、はい、そういうなんかこう経験をした上でうまくいったらもうそのままあの起業しうまく成功グロさせていくっていうのもできるし、もし失敗したとしてもみんなが学校で勉強してるのまた追いついて卒業してまた起業してもいいと思うんで、はい、いやすごくいい、実際にそう思ってた、早ければ早い方がいいって思います？僕はまあ思います、うん、あの別にその起業自体を急いだ方がいいとは思わないんですけど、うん、起業の仕方に関してもやっぱりそのやりたい事業があるんだったら始めればいいし、うん、まあ、とりあえず起業を始めたいっていう、まあ、要するに会社を作りたいっていうのがあれば、まあ会社を作ってみてもいいと思うんで、うん、なんか目的によってまあ変わる。まあね、確かに目的に変わる、はい、まあ、でもなんていうか学生のまだ視野が結構狭い段階で中途半端なビジネスで、はい、失敗するぐらいだったら一回どっかの産業にがっつりフォーカスしてとか、はい、スタートアップでバーって成長してるところに、はい、まあ、新卒で入っての方が良かったりとか、まあ、いろんな説があるんでね、はい、むずいですよねそこはね。そうですね、まあ、僕はそういうのがあんまりこう、まあ、最初のスタートアップの立ち上げ初期はいましたけど、その大企業に入ったりとかっていう経験はないので、それが分かる人たちは羨ましいなと思います。うん、でも学生企業にしたらめちゃめちゃ筋のいい事業最初からやってますよね、みそさんは。そうですね、まあ、たまたまそこに出会えたっていう、うん、はい、運だと思うんですけど、うん、ただまあ 2B の事業をやろうとは思ってました、うん、最初から。 2C は多分わからないと思ったんで、感覚的にはその当時だと博打要素がすごいって、
で 2B は比較的その論理的にいいものをちゃんと作ればちゃんと届くんじゃないかっていうなんか期待があったので 2B にしようとは最初から思ってます。なるほど、なるほど。2B で二十歳ですってなるとその大人を相手に最初からするわけじゃないですか、はい、そこでのこうハードシングスというかこう難しさを感じたことはありましたか？ありますね、はい、ただ学生でそういうふうに始めてで経営者の方とかに最初まあ営業してたりとかしたので、はい、クライアントさん側は比較的話を聞いてくれることが多くて、うん、フィードバックもいただけたりとかしてたのですごいなんていうんですかね、良かった印象があって、うん、ポジティブで、はい、はい。ただまあ当時大変だったのはどちらかというとその営業職の方々、営業職のユーザーさんですねを集めるあのところが大変 でやっぱりその二十歳で始めたっていうのもあって、まあ、営業のこう絵の字もわからないこう人がそんなこう働き方を変える事業なんて、まあ、できるはずがないって思われると思うので、まあ、そこに対してどういうふうにまあその集めていくかっていうのは見せ方とか、あとはそのちゃんとこう説明をするとかっていうところもいろいろこう工夫をしながらやってきたので、それは、はい、少し大変だったことかなと。なるほど。当時はその一人目 その営業マンのワーカーさんというかユーザーさんをどうやって集めてたんですか？どういうチャンネルというか、一番最初は営業職の方々が集まるイベントみたいな、はい、うん、はい、ちょっと重めのこう会合みたいなやつにちょっと紛れ込ませてもらって、はい、名刺交換とかをさせてもらって、でこういう授業を考えてるんですっていう話をして、で一応ちょっと話をさせてくださいとかヒアリングさせてくださいっていうところで最初の100名ぐらいを集めました。でただ、まあ、やっぱりそれだとどうしてもイメージというかその二十歳がやるっていうその期待値というかそこに何ていうんですかね、自分のこうキャリアをかける人なんて、まあ、なかなかやっぱりいないと思うので、うんうん、なのでその後は比較的、まあ、ウェブで、集客をするっていうところに切り替えて、当時はちゃんとそのウェブサイトを作って、でそのウェブサイトの中でちゃんと説明をするっていうのをやって、僕があんまりこう表に出ないようにしてソリューションが伝わるような見せ方を当時はして、はい、それでかなり増えた記憶があります。なるほど。最初は丁寧に100人集めて、そこからグルウェブとかチャンネルをちょっと、はい、変えながらうまく広げていったということです。はい、私ももともと積水ハウスで営業やってたので、はい、営業の大変なこうなんですかね、やっぱノルマがあって、はい、それに対してこう上手い人とできない人がだんだん分かれて、はい、上手い人ってさらにどんどんいろんなことできるんで、はい、まあ、そういう人に頼めるってすごいいいサービスだなって思っていまして、はい、今本当にさっき働き方変えようとしていたみたいなところ最初おっしゃってたと思うんですけど、はい、ちゃんと働き方改革ってこう国としてというか、はい、あの必要になってきたところでだんだんこう世の中が逆に追いついてきた、はい、あのサービスなんじゃないかなって私は勝手に思ってるんですけど、はい、変化、社会の変化に合わせられてこう働き方変えていけるっていうのは素晴らしいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございますあの今三津田さんがこういろいろ事業やられてて、学生からやられてたってことで、まあ、振り返るとあの時ああいうふうにしておけばよかったなみたいなことってあったりされますか？正直あんまりないんですけど、再現性があんまりないって思う思ってるので、その本当にこういろんなタイミングでいろんなこうたまたま起こったことがあって、ほとんど運できたんじゃないかなって思ってるんですけど、ただまああるとすると、さっきまあ話の中で出てきたやっぱり大企業とかそういうところの中でやっぱり働くっていう経験もしてないので、やっぱりその組織を作っていく上でも組織の規模が大きくなっていくっていうところに対する解像度は僕自身はまだこうすごい荒いというかかったりとか、当然やっぱり大企業の中のことを知っていることでいろいろこう見える、まあ、それこそ臨機プロセスもやっぱり大企業と中小では全然違うと思うので、まあ、だいぶこう分かってはきたんですけど、まあ、それでも中にいるのと外から見ているのでは全然違うだろうなと思うので、経験値みたいなものがそういうのもあってもよかったのかなとは思います。うん、はい、まあ、でもあってもいいなぐらいですよね絶対必須じゃないですもんね別に。そうですね、はい。そんな三津田さんがあの起業しようと決めました、でどういう内容かも決めました、でいっぱい営業マン集めましたっていうところで資金調達をこうするタイミングがあったと思うんですけど、どうやってこう VC に出会ってどういう観点でグロスさせてきたかみたいな、この出資のところについて教えて、はい、いただければと思います。はい、実は今の会社を立ち上げる、まあ、設立をするまで準備期間が1年半から2年ぐらいあったんですけど、はい、結構長いですね、はい、結構当時から事業の検証を、なのでなんだかんだもう10年ぐらいこの領域をチャレンジし続けてるんですけど、当時は九州からとかだったんで福岡とか
か、まあ、ちょっとずつこうスタートアップの会社とかが、まあ、出てきて、でなんかピッチコンテストみたいなのがあって、うんまあ、そういうのにこうあの見に行く側として行ってたりしたんですけど、まあ、その時にあの飛び込みピッチとかを当時はしてて、最初のもう18歳19歳ぐらいの時ですね、まあ、そういうタイミングとかで、まあ、つながった VC さんとかと、まあ、ちょっとこう壁打ちをさせていただく機会とかもあったので、まあ、なんか割とこう早い段階で VC さんとのコミュニケーションを取る機会っていうのがまあ出てきてた、生まれてたっていうのはあるんですけど、一回まあファイナンスを19歳の時にやってみようとして、はいまあ、当時やっぱり学生でスタートなんで当然お金もないので、まあ、それがある前提でまあ立ち上げるっていう形だったので、まあ、それでやり動き始めて、で当時はまあ出そうではあったんですけど、なんかこう事業に対しての納得度がある感じではなかったんですよね。そうするとちょっとまだダメなのかなと思って、一回こうちょっとやめますって言って、もう一回1年事業の検証をして、でまああと20歳だったんで、20歳で会社を作る方が保護者がならなくていいっていうのがあって、うんうんうん、まあ、一人で立ち上げられるっていうのがあったので、あ、まあ、それもあって20歳のタイミングでもう一回あのまた VC 回りをし始めて、でそれが最初コロプラさんが入っていただいたんですけど、当時あの学生企業評価ファンド、まあ、それが決まってから、一応まああの会社を作ってっていう形でスタートをしたので、はい、最初から結構壁打ちをさせてもらったっていうのはちょっと大きかったかなと思います。うん、はい、どのタイミングで東京出たんでしたっけ？東京に住み始めたのは会社を作ってから数ヶ月後とかですかね。多分。じゃあ設立、コロプラからの出資、はい、で東京に移転、はい、でやってたって感じですね。そうですね、まあ、本社はあの大分のままなんですけど、まあ、未だに大分なので、まあ、当時採用が結構最初の学生のなんていう先輩たちとかを入れてこうやってたんですけど、まあ、やっぱり営業のプラットフォームなんでちょっとこれじゃ厳しいっていうのがあって、採用をやるためにはあの大分だとちょっと厳しいので東京に出てこいよって言って東京に入ってできたっていう、うん、なるほど、なるほど。最初いくらぐらいラウンドを集めていらっしゃったんですか？1000万だったと思います多分、はい。20歳にとって1000万のこの入った時の気持ちってどうでした？いや、めちゃくちゃ重いですよね、はい、っていうかもう見たことないので、これで大きくしなきゃみたいなこう責任感というか。そうですね、うんうん、でまあ当時やっぱり振り返るとやっぱお金の使い方とかもまあやっぱり分かってなかったので、うちの場合はかなり抑えてたんですよ、うん、何があってももうずっとこう生き残れるように、うんうん、なるべくこう使わないみたいな形で考えて、うんうん、当時やってたので、すごいこう効率的にまあ投資ができてたみたいな話でも当然ないですし、戦略的にその投資できてたっていうよりもなるべく抑えてみたいな形で、なんで若いまああのチームだったんで、当時は泊まり込みっていうか、あので、最初こうサービス作ったりとかっていうのは、はい、知ってましたね。まあ、学生で起業して東京出たて で資金調達してって、はい、いろんなことが暗中模索みたいな感じになっちゃうと思うんですけど、はいはい、その学生で起業しようとしてる人に向けてのメッセージも含めて、はい、当時のことをちょっと語ってもらってもいいですか？はい、まあ、一つは今とかは特にだと思うんですけど、やるとこうスタートアップのこうエコシステムがよりこう整ってきて、いろんな事例というかケーススタディが出てきてると思うんですけど、でよくあるのが社長がこれやった方がいい説みたいなのが、結構いろんな営業もやった方がいいし採用もやった方がいいしみたいなとか、これをやった方がいいとかっていうのが結構いっぱいあると思うんですけど、あんまりこうそこにこうなんていうんですかね、引っ張られすぎずに、なんかとにかく事業に向き合う、自分たちの向き合ってる市場の課題に向き合って事業を作っていくために何が必要かっていうところにまあ向き合っていくのが一番いいんじゃないかなってい こうノイズっていうかにあんまりこう惑わされずにやっていくのがいいんじゃないかなっていうのが一つと、ただまあ一方で反論みたいなんですけど、同世代とかで起業をしてる人たちのつながりは結構やっぱ長くやっていくとこう自分が苦しい時とかにまあ、支えになったりもするので、なんかそういうつながりはこう持っておくと長く続けていくっていう上でこう糧になるんじゃないかなっていうのは、うん、はい、思います。なるほど、なるほど。確かにね、情報が氾濫してるからそれを吸収すべきだけど、はい、でもやっぱ自分の頭でちゃんと考えなきゃいけない部分があるってい そうです、ね、それがバランスはむずいですね、はい、自分で自ら考えて、まあ、取捨選択していったり、まあ、事業にフォーカスするっていうのをまず第一するっていうのと、まあ、企業仲間を作りましょうということなので、まあ、同世代で起業しようと思っている人たちとやっぱり環境がすごい大事という話もあったので、そういったところにチャレンジしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、では本日はお話いただきましてありがとうございました。どうも。ありがとうございます。
後編では獲得さんがこうグロースさせていた裏側についてなどもお話ししていきますので、またぜひ事前登録お願いします。本日もありがとうございました。